平これ森、平のこれ森は、平安時代末期の平家一門の武将、平の清盛の着村で、平の重盛の着難。平氏一門の着流であり、美貌の貴公子として宮廷にある時には、光る源氏の再来と称された。自称、呪栄の乱において、大将軍として出陣するが、藤川の戦い、栗から峠の戦いの二大決戦で、壊滅的敗北を喫する。 父の創生もあって一門の中では孤立気味であり、兵士一門が遠落ちた後に戦線を離脱、那智の沖きで受水自殺したとされている。平治元年、1159年、兵士当領である平清盛の着男、重盛が22歳の時に長男として生まれる。母は官女とされるが、出自など詳細は不明。一説によれば、平時信の娘で生で、 代理女房だった、坊門殿ではないかと言われており、もし坊門殿が母なら、これ森は、清森の五妻の平時子やその弟前の時忠や、謙春門院茂子たちの甥いであると同時に、宗盛たち高倉天皇とは、いとこという間柄になる。祖父、清森と共に、方言の乱平治の乱を戦い乱の勝者となった重森は、牽制を振るい、これ森はその嫡男として、 順調に出世を重ねた。カオ2年、1170年7月に、イボテイの平ラスが起こした、殿下の利ア事件を記した、九条金ザの日記、玉葉には、スケを、着難と記しており、さらに、これ森の15位下ジ位が9歳の時の人乱2年、1167年、あるのに対し、年下のスケの15位下ジ位が、その前年であることから、 これ森はもともと重げもりの象徴詞で後に着難として建てられたとみられている。なお、これ森立着の時期については、極用の記事のある家王2年、1170年7月から、これ森が助けもりの神を追い抜いた同年12月の間の時期に行われたと推定されている。これ森12歳の時である、上安2年、1172年、14歳で、藤原成近の次女、 信頼な言曲を正室に迎える。暗言2年、1176年3月4日、後白河法王50歳の祝賀で、絵星に桜の枝、梅の枝を刺して、青海派を舞い、その美しさから桜梅少々と呼ばれる。青海派の様子は、玉葉や暗言語が日記などにも詳細に記されており、隣席した、四上高久はその様子を、と書いている。また、 県霊モーイング大部集では、混弱見る中に、試しもなき、美貌とされ、その姿を光る現時に例えている。さらに、平家を嫌う九条金座根も、溶岩美霊、最もっとも単美するに足ると評している。自称三年、1179年7月、清盛の後継者と目されていた父、重盛が病死し、叔父の平宗盛が、平氏の頭領となると、これもりら、 重盛の息子たちは、兵士一門で微妙な立場となる。重盛の母方には有力な親族がおらず、獅子がにの陰謀で殺害された、藤原成親の妹が妻であったことで、重盛の後継者としての地位が生前から揺らいでいた。また、これもり自身も、成親の娘をめとっていたことが一層影響していた。そうした中で重盛の死後に、 後白河法王が重盛の治行国へ治禅国を没収したことは、重盛の維持であるこれモらの生活基盤を脅かすものであり、重盛一族、小松屋の離反回避に努めていた清盛を強く刺激した。一治療国に過ぎない、越禅国をめぐる対立が、自称三年の政変による後白河公有兵にまで発展した背景には、 清盛と重盛及びその子供たちとの微妙な関係があったと考えられている。自称四年、1180年5月26日、持人王の挙兵では、大将軍として、叔父、平重平と共に反乱軍を追悼すべく、宇治に派遣される。同行した、これ盛の宇母父で、侍大将の伊藤忠清ら兵士家人の奮戦により、乱は鎮圧される。この際、 中世は兵を何とへ進めようとする、茂平、これ森の勇み足を、若い人は兵法を知らないと勇めて制止している。同年九月五日、源の頼朝ら、源氏の挙兵に際してこれ森は、東国追悼軍の総大将となる、藤川の戦い。出発しようとするこれ森と火が悪いので忌むべきだという、侍大将の中世でうちは揉めとなり、 結局出発は月末まで遅れた。出陣する大将、これ森の武者姿は絵にも描けぬ美しさだったという。東海道を下る追悼軍は出発が伸びている間に各地の源氏が次々と兵を挙げ、進軍している情報が広まっていたために兵員が思うように集まらず、夏の強作で糧食の調達もままならなかった。なんとか兵員を増やしながら、 駿河国に到着、追悼軍の到着を待って、海、源氏、武田軍討伐に向かった、兵士側の駿河国木台は、藤川の麓で、武田軍と合戦となり惨敗する、八連の戦い。10月17日、当時の戦闘の作法として、武田軍がこれ森の陣に送ってきた書状の、 はねてよりお目にかかりたいと思っていましたが、幸い戦時の使者として来られたので、こちらから参上したいのですが、道が遠く険しいので、ここは、お互い浮島ヶ原で待ち合わせましょうという不敵な、内容に、伊藤忠清が激怒し、死者二人の首を切った、山縁樹、玉葉、吉旗。10月18日、富士川を挟んで、武田軍と向き合う兵士軍は、 平家物語では7万の大軍となっているが、実際には4千期程度で、逃亡や休息中に敵軍へ投降するなどで、暫兵は1000から2千期ほどになっていた。鎌倉の頼朝も,も大軍を率いて向かっており、もはや兵士軍に勝ち目はなかった。これ森は引き抜くつもりはなかったが、伊藤忠清は、再三撤退を主張。 もはや揮を失っている兵たちもそれに賛同しており、これリは撤退を余儀なくされる。藤川の陣から撤収の命が出た夜、藤沼に集まっていた数万羽の水鳥が一斉に飛び立ち、そのハウトを敵の野獣と勘違いした兵士の軍勢は慌てふためき、総崩れとなって敗走する。11月、これリはわずか十機程度の兵で命からがら刑へ逃げ帰った。 山縁樹、玉葉など。清盛は、これ森の集大に激怒し、なぜ敵に無クを晒してでも戦わなかったのか、おめおめと逃げ帰ってきたのは、家の恥であるとしてこれ森が刑に入ることを禁じた。要は元年、1181年うるう2月、清盛が病没する。3月、砂又川の戦いで、叔父の重平らと共に大将軍となり、勝利を収める。 6月10日、宇宙将、倉人頭となり、小松中将と呼ばれる。これ森はこの年の12月に、13位に女子が、九行昇進は、胸森の長男、清胸に1年遅れている。樹影2年、1183年4月、これ森を総大将として、木曽吉中追伊軍が逐次出発し、兵士の総力を結集した、総勢10万、4万とも、 の軍勢が北陸に向かう平家物語の北陸下校によると、遠征軍は進軍路で、兵糧調達のため乱暴な取り立てを行いながら、進軍した。これは、要はの大飢饉の後のため、兵糧米が京都付近では十分に調達できなかったで、進軍路での兵糧調達、追分を朝廷から許可を受けたためである。また出発前に京でも、 兵糧調達のために乱暴したことが、極陽に記述されている。5月、栗から峠の戦いで、吉中軍に大敗。極陽によると、4万の兵士軍で甲冑をつけて、いたのは4、5機で、兵士軍の過半数が死亡、残りは、物具を捨てて山林に逃げたが撃ち取られたという。兵士第一の勇士であった、侍大将の平森俊、藤原慶也、中京、 伊藤忠清の子らは一人の友もなく敗走した。敵軍はわずかに五千、かの三人の侍大将と大将軍、これ森らで権威を争っている間に敗北を呼んだという。同年七月、兵士は戸を落ちて清掃する。平家物語の一門都内では、嫡男六代を戸に残し、祭主との名残を惜しんで遅れたこれりとその、 弟たち、重森圭一族の変身を、宗森や友森が疑うような場面がある。樹影三年、1184年2月、これ森は、一の谷の戦い前後、密かに陣中から逃亡する。玉陽の2月19日上によると、伝文、平式獣佐抜屋島、中略また、これ森卿三十層元総卒士南海佐、両雲雲とありれ層ばかりを率いて南海に、 向かったという。この時伊帆帝の忠房も同行していたという説もある。後に、高野山に入って出家し、熊野三山を参詣して3月末、船で、那智の沖の山成島に渡り、松の木に、清森、重森と自らの名跡を書きつけた後、沖に漕ぎ出して、不だらく都会、受水自殺したとされる、平家物語。これ森受水の噂はとにも届き、信仰のあった。 県令モーイング大部はその死を悼む歌を読んでいる。その一方、原平清水期に記された、藤原長宝の日記、前中期の遺説によれば、これ森は受水ではなく、熊野に参詣した後宮に登って、小白川法王に除名を来い、法王が頼朝と交渉し、頼朝がこれ森の関東下校を望んだため鎌倉へ、下校する途中の相模国の湯下宿で病没したという。ただし、 全中期のこの部分は現存していない。喫期の樹英三年、1184年4月の上に、これ森の弟忠房が、密かに関東へ下校し、許されて帰落するという風文が記されているが、忠房は、同期に、翌年の12月に、鎌倉に呼ばれた後に斬首されたと書かれており、矛盾するので前者の忠房は、これ森の誤りと見ることができる。樹英三年2月、 一の谷の戦い前後に、八島を脱走して四月頃相模で病死したとも考えられている。しかし当時から、情報も諸説流れており、正式な死亡日とその死因は不明である。他には、沖縄に伝わるおもろさうしの第十四巻で、雨降る中に、大和の兵団が、運転校に上陸したという部分があり、これは、一の谷後に自脱した、これ森の軍勢のことで彼らが、 南層、平家の祖ではないかと近年研究が進んでいる。受水した、とされるため、確定した墓所はない。智の札楽山寺には、供養塔がある。しかし前述の通り、それ以降の生存説があり、また、全国各地に陰性、落ちうど伝説が残るため、平家の落ちうど寺し、各地に墓所とされるものが残る。奈良県と塚和村大和座五百世の山中。 静岡県富士宮市芝川町、稲子、三重県津市芸能町の城郭寺などに、これ森の墓所とされるものが残る。日付イコール旧歴。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。